こんにちは日本の皆さん、高橋だんです。For those of you who don't speak Japanese, click on the link below for English. It'll skip you ahead. 英語バージョン、日本語バージョンも毎日やっています。今日のビデオも見てくれて本当に皆さんありがとうございます。僕は3ヶ月前に YouTube を活動したばかりで、はっきり言って日本も来たばかりで、YouTube も来たばかりで、ゼロからスタートしていて、何をやってるか時々わからないので、まあ、マイクとか。 まあバックグラウンドの背景とかいろいろとかサムネイルとかも調整してあの人もちょっと雇ってきたのでいろいろと頑張って時々まあステーク <laughs> 何か間違ってることもあるのかもしれないのでそこも皆さんも辛抱して聞いてくれてありがとうございます今日話したいのは僕がまあ不動産以外2日前に不動産のビデオを出しましたね今日話したいのはもう不動産と同じく 一番大好きなあの投資なんだけど、これは投資だけの話じゃないんですね。これは本当にあの <laughs> 宣伝では全然ないですねあれ。心から僕は思っています。世界のみんな、特に日本のみんな、聞くビデオです。なぜかというと、金、貴金属、一番の保険です。これは 人生でです。す。に対しての保険ですなぜ人生というのをなカッコつけて、ま、傲慢のことを言って <laughs> ごめんね、時々なんか親,親の声がなんか自分の時々なんか後ろで自分で聞こえてくる。自分でかっこつけて言ってるんじゃなくお金のことで特に僕はまあ日本の新聞とかこの何年か読んでいて、まあ、英語バージョンの日本のニュースはもう何十年見てるんだけど日本の新聞を実際漢字で読んでるのはこのまあ大体1年か2年か。やはり年金 年金、すごい大きな問題だと思いますよ。まあ、今みたいなコロナのところで、この給付金、給付金、今、あの僕、今日、役所に行ってきて、小さな手続きがあったんだけど、やっぱ給付金をあのまあ申し込んでる人たちがすっごく多かったです。すごいです。でこれも僕も世界のことで、今、ちょっといろいろ調べて、多分明日のビデオで出そうと思いますあの世界ををどの国を比べて給付金 どれぐらいどの国がどれを上げているのか、これはどういうインパクトがあるか。まあ、ちょっと話題変えるんだけど、とにかく人生の保険として、金、金属、これはすごく重要です。重要です。今起こっていること、この10年間だけではなく、この50年間起こっていること、多分皆さん気づいていませんけど、歴史的な お金の量、マネーサプライが上がっているんですよ、世界に。で、これを大体続けると、お金の、お金自身のものですよ、これ、お金のものが価値観がなくなる、すごく下がるんです。もしくは、ハイパーインフレーションとか、スタグフレーションとか、そういう、えーまあ、な難しい言葉とか、ね、いろんな時にに投げることはできるんですけど、大体同じことを示してるんですね。お金の価値観 ななくなる変なことがいろいろ起きるんです。で、まだ起こってませんね。まだ。でも、一応いつかは起こる。計算的には絶対起こると僕はもう、僕絶対という言葉を本当に使うの好きじゃないんですよ。絶対というのは市場では絶対ありません。<laughs> 自分で何か繰り返したね。絶対という言葉は市場では絶対ないというのが絶対使える言葉1回だけですね。言いたいのは 金、貴金属。これは長期的この5年間、とても重要。この5年間だけでなく、この30年間、これ次からの30年間、すごく重要だと思います。誰でも持つべきだと僕は思いますあなたが金。あなたが金融のプロで何億持っていて引退している人、それともあなたが何も持っていなく、何も持っていないって言ったらちょっと変だけど、まあ、お金、 をそれほどまだ持っていない人あなたが若くてもあなたが高齢者でも誰でもどこの国でも差別しなく僕ニューヨーク育ちだからもう全然差別しませんみんなみんないい子だと思うみんなこれは持つべきだと思いますでこれを今日のビデオで、まあ、できるだけ 時間をかけなく、やっぱ僕、話し始めるとね、特に今、もうエネルギーもめちゃくちゃ溜まってるから、時々話しすぎちゃうので、本当にすみませんね。でも、特に僕は、多分一1人でアパートでエクサイトしてるで、ちょっと変に見られる、多分近所の人、いつも僕を見てなんだこいついつも <laughs> と思っていると思う、声がでかいから、でも、これ、すごくエクサイトしてますあの。金は本当に僕は信じています。 なぜかというと、計算です、数字です。僕のビデオを見ている視聴者たちは知っているけど、僕は計算とデータを信じます。ね、あの感情だけで動くのは信じないです。あの特にかお金にかけるとしたらし、ちゃんとデータと論理で客観的に決めます。で金は本当に今までの、これからの30年間で僕が一番好きな投資で、これからも多分ビデオをもっとすると思います。あのはっきり言って、これは必要だと思います。 この教育、金がなぜ大事か、僕も経済で学校行って、ニューヨークの IV リーグ行って全然習わなかったんです。教えてくれないんですよ、経済の。ほとんどのクラス、授業では教えてくれないんですよ。なぜかというと、これはすごく政府をまあ反逆というか、政府に反対しているんですね、あの金を買うというのは。でそれだけではなく、もうすごい。 クレイジーなな歴史なんです。まあ、そ,れそもそも日本の教育では絶対ないと思う。僕が見た限り、本当に日本の教育も僕も変えたいと思う。めちゃくちゃ変えたいと思う。金融とか投資とか全然足りないと思う。これを習えば、日本のみんなも年金が返ってこなく、政府が変なところにお金使っても、教育でお金の作り方みんな知ってたらそんなのいらないと思うんだけど、まあ、話を変えないで、今日は金のことを話したいと思います。OK! すみませんね。ベラベラしゃべっていて。とにかく、今日の項目、すごく大事で、あのまあ、またこれからも金を話したいと思いますけど、これは本当にみんなです。投資のだけではなく、みんな聞いてほしいと思います。あのいつか、いつかあの、変なハーフのやつが YouTube でこんなことを話してたって、いつか金が超上がったとき覚えてくれれば、僕はそれだけで嬉しいです。OK。まず今日話したいのは、What is gold?What the? Sorry. 悪い言葉使うとこな What the heck is gold? 金は何なのこれに対してまず話しましょう。金って、まあ、いろんな映画で出てきて、とてもキラキラしてて、やっぱりもうあの、まあ、宝物っていう、えー、考えが多分いっぱいあると思います。どこの国でも。 宝物だけではなく、僕も60カ国行ったんですよ。自慢で言ってなく。でそこで行った時、よく行ったのが、そこの、えー、と宗教あの、例えば教会、テンプル、いろんな宗教があるんですけど、まあ、クリスチャンだと、ジュダーだと、あのマズリムだと、中国のコンフューシュスでも、あの他になんてえっ、ー、とインドのヒンドゥーでも、 他に絶対あるからちょっとミスしたけどごめんなさいね。全部、全部金がよくある。あ、日本の神道もうそうですね。お寺とか行くと、金の色がほとんどどこの宗教でもあるんですよ、中に。中国で一番すごいです。金がもうピカ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 ,ピカ,ピカいっぱいいっぱいあるんですね。でも、あのまあ、全部じゃないんだけど、本当にこれは歴史的に金っていうのはすごく重要なんで、す。金っていうのは、 実際、あの僕、これちゃんとしたスライドがあるんだけど、本当、えー、とこれ感情的に僕の顔を見せたかった。どれぐらいこれが重要なのか。金というのは6000年の歴史もあります。エジプトの時代から使われていて、エジプトの前からもうちょっと使われているんですね。あのちゃんと僕も歴史見ました。僕もエジプトも行きました。えー、で、確認しました。 あのーまあ、生まれたというかもう、えー、そのあの帝国とか生まれ、えー、埋められた王とかいつも金ばかりで埋められました。これは昔からのお金です。昔から、なぜかというと世界のエレメントの中で人間が作れないものですから作れないもの。しかも安全、持つのが安全。しかも、まあ、もちろん量が少ない、あんまりない。 ですね、もちろん銅とか余りとか、ね、いろんな金属がありますねで農業の方もいっぱい商品がありますどの商品何でもほとんど見てみな自分の周りを携帯これ財布本僕のウェイト何でもこのジャケット僕自身人間みんな作ったものです我々作ったものです 作作っったももののなのでででととるることができるんです。供給を増やすことができるつまり操ることができるんです操るというのはちょっと変な言葉なんだけどこれは経済の面から見ると供給を操ることができるもっとあの制作することができるということなんですもっと製作するもっと段も製作することができる <laughs> まだまだ自分もっと作ってないけど <laughs>。 あの Anyways, ごめんね、自分で時々自分に冗談言わないとなんか <laughs> いつもこもってて。All right. とにかく何でもプロダクションがもっとできるけど金はできないしかも安全なんですいろんなあの例えばなんかユレラニウムとか、えー、いろんな他のなんて言うんだろう安全ではないけど量が少ない地球で量が少ないものもありますでも金は安全しかも一番はまあキラキラしてて綺麗だからですね。 だから金は最初お金として使われ始めてお金だわけではなく神に近づくために対して使われてたんです。でそこからお金として使われてた。どこの文化でも使われてます。もう本当に何千年も地球上 全然文化とかエジプトとかまだヨーロッパとかつながってない時ローマ帝国ができた前ローマが,つ,がつなげたんですねエジプトとヨーロッパをだからそこをつなげたのずっともう前からギリシャの時からもそこの前からも南アメリカとギリシャが同じ時に存在してた時全然まだお互いの存在を築いてない時に2つの文化もあのアジタックスとか、えー、ギリシャとニジントたちが 使ってたんんですよ金みんな使ってたんですよなぜかというと、もうみんな直感的にこれはバリューがある価値観があるって知ってたんですよね。で、これがまずなぜ何が金っていうことですね。も金っていうのは本当にもう少しコンプレックスなんですね。金というのは今でも使われています。今でも世界の準備通貨は一応アメリカドルですね。アメリカドル、ちょっとカメラに近くにあってる。<laughs> 不気味だよ、だん。でも一応、 世界の準備通貨はアメリカですけど、United Nations、国連の中では金と銀とプラティニアムも ISO Currency と言って入ってるんです。なので、一応認識されてるんですね。世界の通貨の一つと。なぜかというと、世界の準備通貨、えー、すいません。世界の中央銀行、ほとんど、ほとんどではなく、もう全部だと思うんだけど、特に先進国、アメリカ、日本、日本は持ってるかわからないけど、アメリカ特に。 ロシア、中国、もう中東はいっぱいほとんど南アメリカもみんな中央銀行は金を持っています。金を持っています。なぜかというとこれは昔からのお金ですから。ですから、金はお金です。なぜな何金は何と聞いたら一番の答えお宝物でもあるしお飾りでもあるし宗教のものでもあるし まあ、ジューリーあの、お飾りのものでもありますけど、一番歴史的に金はお金です。どこの歴史も見てください。今まで言ったことがあってるかどうか。OK。で、なぜこうベラベラ話してて金が何なのと言ってるのなぜこの答えは、金はお金なので、みんな持つべきだと僕は思います。 みみんんなな持持つべきこれは歴史的にみんな持ってますデータもいろいろ用意してたんだけど、本当、これはやっぱり実際データを見てみんながつまんなくなるよ、時々僕の顔を見て <laughs> 一応聞いてほしかったね。金はアメリカで1900年代を見ると、平均的にアメリカの個人的な投資家の比率、これ、他の国だとこのデータがないんだけど、だいーセ10%、みんなポートフォリオに持ってたんです、平均的に。5から10%ぐらい持ってたんですね。 平均的に1900年代の100年の間の平均的に今、その比率がアメリカではたった1か2%なんです。だから大体の個人投資家たちはもう金はちょっとだけしか持ってないんです。 その1 2、2%アメリカなんだけど、他の国行くと、特に日本なんて、僕さ、あのまあ、ちょっと、えー、まあいいか、全然傲慢して、べらべら言ってるんだけど、CNBC に一回出て、テレビとかに出て、雑誌とかに出て、いろんな投資家のイベントも日本でこの数か月ちょっと行ったんだけど、コロナの前にもちろん、金のことなんか誰も話してない、しかも持ってない。それがもうとても不思議です、日本。なぜ持っていないの ?Anyways, 金はお金。 で、金は特に特にインフレが出るときにめちゃくちゃ上がる。インフレっていうのは物価が全部上がるとき、日本はすごくユニークで30年間ほとんど物価が上がってない。僕が育った日本、僕が育ったの日本、これはもう3、まあ、20何年前ぐらい、僕が日本に出たのは9歳なんですね。大体9歳、10歳のとき。そのときの価格、例えばセブンイレブン行って何かおカ水をスナックか、 僕はもうその時もう <laughs> お菓子ばっかり食ってエネルギー、今よりもっとエネルギーあったんだけど、そこ、日本のグミはもう大好きだった。もう毎日もう食いすぎて、食いすぎてエネルギーバンバンだったんだけど、とにかくその価格、今、グミ買える価格、今、水買える価格、ほとんど今と変わってないんです。とってもユニークなんですね。ですけど、歴史的には価格は変わるんです。物価指数は上がります、いつか。 日本の日銀がこれをずっと続けてマネーサプライを、まあ、量的緩和とかまあいろんな変な言葉使ってるけど、これは全部同じです。もう何もないところからボタンを押してお金をただ作ってるだけですね。ね特に日本はユニークはすっごくユニークなんです。まあ、いろんなこと話せるんだけど、まず一つは物価がずっと上がってないからみんな慣れてないんです。ね、こういうこと予測もしてないんです。日本の、まあ、いろんな僕が話して人たち、投資家に対しては。 物価指数がもし急に上がったらっていう考えも時々ない。で、これに対して、物価指数がいっぱい上がったら、一番の保険は金なんです。上がりすぎると、本当にこれは危ないんです。ハイパーインフレーションっていうんですね。でも、それがなくて、逆にディフレっていうのもあって、ディフレっていうのはこの20、30年間あ、日本が大体あったから、物価指数があまり上がらない。 このディフレがすごく悪いときにもっとディフレがなるときにも金も上がるんです、歴史的に。だから一番の保険なんです。すべてが下がるときということがあるんですね。株だけではなく商品全体、不動産、ビジネス、あのーまあ、農業商品、金属、エネルギー、えー、債券、ね、今のところはもう中央銀行が全部とにかく国の国際債債券、国債券って言ったら変な。 国債務っていうのが国の借金をもう買っていますね。中央銀行が。でも今もう限界です。もう50%以上日銀は日本の思っています。これがぜひかどうかは言わないけど、とにかく限界近くになっている。いつかは買う人がなくなると価格は下がります。で、これがいつか下がるとき、いつ起こるかわからない。でも計算的には起こります。この6000年の歴史を見ると、 いつかはなります。その時には金を持つべきです。ケ、OK、ー。1番目がちょっと長くなったんだけど、今日2番目に話したいのは、ケ、OK、ー。金が大体何かと、まあ、説明しましたね。で、金の価格を定めるのは何かこの日本語合ってるかな金をどうやってデ e r ー i n e するか。金は何で決められてるか、価格が。これに対して話したいと思います。金のチャートとか見ていて、 多分、あー金をここで買った方がいい、ここで下がり売った方がいいと思,思っている人は多分いっぱいいると思いますけど、さっきも言ったように、金はドル。ドルに対して、アメリカドルに対して見るのが一番重要なんです。なぜなぜかというと、まだアメリカドルが世界の準備通貨。で、金は お金の反対、今のお金の反対ですね。今作られているお金、ドル、円、ユーロ、何でも、どの為替、これは政府が作ってますね。政府が作りました。5ついつ作ったのは本当に歴史的によります。大体この50から200年ぐらいの中で全部政府が作ったものです。その前はずっと金と銀が使われてたんですね、実は。どこの国のみんな使ってたんです。 で大体150年ぐらい前からだんだんとペーパーカレンシー通貨というものが生まれて政府が作り始めたんです。で、今、一番世界で使われているのがドル。で、ドル、金はドルの逆なんですね。だから逆というとお金、お金の競争している商品なんです。だからドル、アメリカドルの供給を見るのがすごく重要なんです。 アメリカドル、歴史的に見るとアメリカドルがもっと作られて製作されてボリュームが大きくなるつまりもっとお,お金アメリカドルがもっと作られると金の価格は上がるんです。これは歴史的に見ると今のところアメリカドルが世界の準備通貨になったのは大体1942年あ世,界世界二次大戦の後ですねだからアメリカが世界の準備通貨になった。そこから このトレンド傾向は,ライは何ですか、アメリカドルの供給と一緒に金の価格は動いているんですね、OK。なぜ今それを話しているかで金の価格を定めるのは何かこれに対して一番重要なチャートを皆さんにも最初から見せたいと思います。 チャートをちょっと見せる前に、一応 FRB というものがありますよね。これ、アメリカの中央銀行。アメリカの中央銀行が、まあ、先週もいろんなニュースを出してますね。Getting ready to buy corporate bonds。だから、アメリカの中央銀行が今もう全部買っています。もう、えー、社債も買っている。社債というのは会社の債権ですね。だから、社債も買って、あの国の債権も買って、今度は社債も買って、今、州の、ステートの社債も買ってるんですね。 だからもう何でも全部買っています。で、なぜ FRB、このアメリカの中央銀行が重要かというのは、さっき言ったように、アメリカドル。アメリカドルの供給を作れるのは、Fed です。中央銀行。なので、金の価格を定めるのは何か ?FRB です。アメリカ中央銀行。それが答えです。 なぜかというとアメリカ中央銀行がドルの供給を作るこれが一番重要です。<laughs> 寝てたら一応起きさせる一番重要なのが金の価格を定めるのは何かアメリカ中央銀行なぜかというとアメリカ中央銀行がドルを制作しているだからです。なので どうやって価格を見るかというとアメリカの中央銀行がどれだけマネーサプライを作っているかこれがすごく重要なんですねでどれだけ作っているかと本当にこれもチャートがもう死ぬほどいっぱいあるんだけど今はどんな国でもどこでもまあデッドが上がっていますね中国も今 300%GDP の比率として上がっているたり もうあの今はここ、アメリカのコー t e d ト・デッドというところも GDP の比率として上がっていて、もう本当にあふれるほど借金のデータが多いですね。で、これもアメリカのデッドといって借金、いっぱいいっぱい今、借金を積んでいますの、政府が。でも、この借金のチャートで一番重要なのは、これです。これ、金の価格を定めるチャートです。これです。答えはここ。 このチャートはアメリカの FRB がお金を作っているこの量、モネタリーベースというものを金の価格との比率です。その比率で計算した、まあ、この価格。 をアメリカの中央銀行が発表してるんです。とても正直でいいと思います。ただみんなが見てないだけですね。でもちゃんと発表してるんです。これ日本の日銀は発表、まあ僕が見た限り発表してないですね。ヨーロッパは発表してない。アメリカは一応発表してるんです。だからアメリカの方でも一応正直に言ってるんですね。ただみんなこのデータをただ探しに行ってないだけでもちゃんと載ってます。インターネットでも誰でも取れます。で、 このチャートがもう今日でも今日、まあ、バンバン僕が話して何も聞きたくないって言ったら多分一番重要なポイントここだけを覚えておいてください。金のチャートこれです。金のチャートこれ金が分子それで分母があのアメリカドルの量供給 FRB が作ったこの量です。でこの比率を見ると金は今 歴史的に見ると、このモネタリーベース、アメリカドルの作ったこの量、サプライの比率で見ると、めちゃくちゃ今低いですよ。超低い。これは一体どういうこと <laughs> どういうこと多分みんな思っているよね。あの何を言ってるのだ金なんて超上がってるんじゃないと多分思っている人いっぱいいると思います。で、金のチャートを実際見てみると、 はい、そうです。確かにいっぱい上がってます。今、金のチャートをちょっと見,ます見せますね。これが金のチャートです。これがこの10年間の金のチャート。で、これをもっとズームアウトすると、この20年間、かなり金は上がってますよね。今、大体これ、アメリカドルなんですけど、1700ぐらい程度ですね、アメリカドル。で、ピークに行ったのが、えーまあ、9月の2011年。 だからめちゃくちゃ上がってここでちょっと下がって上がってるけど大体上がってる傾向じゃん。なぜなのにう ops ごめんなさいね。なんでこのチャートはこうなってるの答えはマネーサプライがめっちゃくちゃ上がってるからです。マネーサプライ FRB が作ってるお金の量がすっごい すごく上がって、金も上がってるんだけど金の上がりよりも何十倍も上がってるんですこのモネタリーサプライがなのでこの比率を見ると比率は下がっているんですなぜかというと金の上がりよりアメリカドルの量供給の上がりの方がもっと何十倍も上がってるだからこれは下がってるんですでこれを見ると今の比率 を見ると、まあこれだいたい0.5,0.6はっきり言ってそんな重要じゃないんだけど、これを見ると歴史的にだいたい2ぐらいなんですね。このまあだいたいこのなんていうんだろう、50年間の歴史を見ると、これ50年間の歴史を見ると、だいたいそこが比率なんです。この1980年代の時すごく上がったんですね、その時金は。何かなというインフレがすごくあったんです。で、その時もちろん 中央銀行はこの前にこれがある前にお金をいっぱい作っていたんです。今みたいにめちゃくちゃマネープリンティングマネーサプライを増やしていたんですね。で、金はそれに影響をずっと何もなくずっともなくて急にバーンって上がって急に下がって急にめちゃくちゃここで上がったんです。すっごい上がりました。この金のチャートを見ると これは経済の本では、特に日本,ではない日本では多分ないと思うけど、ここの上がりがもうめちゃくちゃすごかったんですね。金の上がりが76年からあ今79年、たったの3年間で8.5倍上がったんです。100という格から8.5まで上がったんです。8.5倍上がりました。しかも、このチャートないんだけど、 1930年代を見ると、大体同じぐらい上がったんです。大体8倍ぐらい。その時、グレート・デプレッションとかあった、まあ、いろんなことがあったんだけど、マネーサプライ、政府がめちゃくちゃお金を作ったときに、何倍も何倍も上がったんです。金は歴史的に、特に今の70年の歴史を見ると、 アメリカドルの供給と一緒に動いています。今はまだほとんど反応していません。金の価格は上がっているけど、確かに上がっていますけど、この比率を見るのがとても重要。もしこの比率が平均に戻るとしたら、金はここからまだ4倍ぐらいは上がります。もっと上がるかも。これはただ平均、2の平均にぐらいの、ね、今これも目で見てるけど、だいたい平均が2 2とか3とか、どのぐらいいくかわからないけど、もし 変なことがあったり、スタグフレーション、インフレーション、超でかいディフレーション、何かがあったときに、これはめちゃくちゃ急に素早く上がります。でも、まあ、もしその時があったら、この変なハーフの段という人が YouTube で話したということを覚えてください。OK! ちょっと話が長くなったのでしょ、最後に話したいのは、僕のおすすめです。これ、ベラベラ話して、段、一体私、僕、どうすればいいの一体何をすればいいの 金を買う。OK OK どうやって買うのだ買い方はいっぱいあります。一番のおすすめは現物現実現実物っていうのがそれを買うんです。それを買うコインで買えるかバーで買うか何でもいいとにかくそれを買うそれをまあえっ、ー、と金庫 の中に持つんですよ、まあえー、政府っていうのかな、うん、政府ってみんな外人も呼んでるんだけどそれをどこか安全の場所に <laughs> 持っておくんです。歴史的に見ると金の価格がめちゃくちゃ上がると時々政府はそれを 持っちゃダメっていう法律を出しちゃうんです。アメリカの1930年代を見ると、アメリカはそういう法律を出しちゃったんですね。金の価格がもう圧倒的にバーンって上がっちゃったんですね。あの僕が覚えていれば、金の価格がだいたい30ドルからあの200ドルぐらいまでかな上がったの。だからもう10倍以上上がったんですね。あ、200ドル倍あ、8倍ぐらいだね。たい同じぐらい。だから、あの その時に政府が法律を出したんです。金は持ってはいけない。持っていたら罰金、罰則。歴史的に、ね、政府はこういうことをします。なぜかというと金を持つとかなりの価値観が1人になってしまうからあのその通貨に対してですね。なのでそういう法律は一応歴史はあるんですね。 これはアメリカの1930年代だけではなく、他の国でもやってます。ちゃんと歴史を見ればやってます。ドイツとかもやってますし、あの昔のゲリシャとかヨーロッパとか、<laughs> デンマークとかも見ればやっています。こういうの。だから一応今持つべきです。できれば海外で持っておく。海外で持てなければもう自分の家で持っておく。自分の家で持てなければ銀行の政府のどっちかに預ける。 どこかに預ける現実物をそれが一番のおすすめでそれができなかったらまあもちろん市場で買うことはいっぱいできますで市場でどうやって買うかといったらオプションはいっぱいありますまず一つが先物ですねもうもちろんこれは 一番僕はおすすめではない。なぜかというと、これはもう本当トレーダーのためです。先物とか、僕がよく僕のテレビ、あこのテレビの YouTube で話しているのは、よく今、今、特に2ヶ月間話しているのは短期的ですね。だから短期的にトレーダーとして何か考えているのは、本当に毎日毎日毎日、事情が変わってしまうんです。で先物とか、これは本当に、まあ、特に初心者はとても危険だから、僕は完璧おすすめしません。で、プロであっても、 ずいぶん危険です。だから、すごく注意深くトレードしてください。もし先物見るとしたら。で先物ではなく、他のやり方はいっぱいあります。で、多分一番のおすすめは ETF ですね。ETF。で、ETF の中で、まあ、大体一番でかいのが、ETF はいっぱいあるんですね。金に対しての ETF。でもうあの、まあね、日本でも一応あるんです。でも、ボリュームが小さい。できるだけ あの僕がおすすめしたいときは、ボリュームがでかいものをおすすめしたいんです。なぜかというと、僕が買っても、僕が、えー、と100万人いても、みんな買っても、1000万人いても動かすことはできないです。もうボリュームがでかすぎて、我々がみんな入っても、ほんのちょっとちょっとちょっとです。もうボリュームが超でかいんです。だからそういうものは大体おすすめしたいです。なので、まあ、そこで見ると、一番でかい ETF は大体 IAU と GLD ですね。 これは投資信託で、まあ大体似ていて、大体チャートも見ればもうほぼ同じですね。あんまり変わりはしません、これは。ほとんど同じに動いています。これが5年間のチャートです。1つの方が費用がちょっと少ないかも、IAU の方がちょっとだけ少ないかも、だけどまあみんな自分でちゃんと見てください。それともう1つが GDX。GDX というのは実際、 あの鉱山ですね。あの僕は実際、あの鉱山 <laughs> とかも投資してるんです。あの僕のリンクンとか行くと、多分僕のバックグラウンドとか見えるんだけど、鉱山会社も、えー、投資したことあります。超危ない、インドネシアのジャングルとか行って、もうちょっとクレイジーだけど、そこら辺にんって行って、えーと、金の鉱山とかも見つけに行ったこともあります。あのでそれも投資したこともある。もう超危ない、超リスクなんだけど、まあ、そういう性格なので。でも、とにかくこれ GDX という ETF はあの、まあ、 大手の金の貴金属会社をまとめた投資信託ですね。で、GDXJ っていうのも一応あるんですけど、これはちょっとお勧めしません。これはもう少しリスクが高い、えー、ジュニアーズマーケット。だからこれジュニアーズマーケット、GDXJ は、まあ、この GDX と同じなんですけど、ただ J がついてこれはジュニアっていうことで、まあ、もう少し小さい貴金属会社。このチャートをよく見ると、 大手会社の ETF はもう今ハイ、はいですね、オータイムハイ。この5年間の中のハイ、5年間だけではなく、ま,あえー、まだ2011年まで戻ってないんだけど、一応この5年間の中のハイ、GDXJ は全然上がってない。だからこれは確かに買うのはおすすめですけど、あのずいぶん動きますよ、これはめちゃくちゃ動きます。あの特に僕が時々おすすめしている商品は、めちゃくちゃ動くので、 皆さん、自分の性格をちゃんと判断してください。これは本当に正直に僕が言っていることです。あの皆さんがストレスを感じてほしくないです。僕はリスクをいっぱい取るタイプ、ちょっとまあクレイジーなタイプで、あのまあ飛び込むタイプ、リスクに。でもそういう性格で、そういうようにトレーンして荒れている。でも、みんな性格が違います。こういう商品を買って、毎日5%動いているのが普通の商品で、ストレスを感じる人はこういうものは避けてください。 だったらもう少しあのそれほどクレイジーなものを買いたくなかったら GLD とか IAUGLD とか IAU とか見るともうこれはもう2012年のハイにだいたい価格が近くなってますね。本物の金の価格と似ています。 大体、えー、まだハイに戻っていないんだけど、今1700ですね。1700、これアメリカドル。で、ハイ、一番の高い価格が1900、2011年。だから近いです。近いです。でもまだ戻っていない。で、GLD と IU、この投資信託も近いです。だから大体金の価格と動いている。でもその鉱山会社は全然違うんです。鉱山地下会社はまだ全然 肺に戻っていないなだからまああなたがちゃんとリスクに対して大丈夫な性格だったら少し買ってもいいかも一番の僕のおすすめはいつも多様化です現物をちょっとだけ買って GLD も少し買って IU も少し買って GXJ も買って GDXJ も買って全部ちょっとだけ多様化で お金を作るのが一番のおすすめです。いつ何、どこが、どういうようなリスクがなるか分からないので、すべて今日話しているのは全部長期的ですから、買って、もう待つ、毎日見ない、月に1回ぐらい価格を見てみる。できればもう、えー、3か月に1回ぐらい見てみる。僕はそうしてます、金に対して。あんまり価格毎日見てない。買って、僕のもうゴール目指しているのは大体5000ドルぐらいまで持つべきです。今、1700ですね。 1700だからいいですよ、ここ録音してください。ダンがこんなこと言っていた、いいですよ、別に期間決めてないもん、これがいつ起こるか分からない、30年かかるかも、それとも5年かかるかも、1年かかる、1年は多分ないと思うけど、いつかはなると、う計算的に歴史を見るとなると思います。金の価格はだいたい5000ドルぐらいに近くになると、それで今の価格を見ると、これは2、3倍ぐらい上がると思います。 でもこれは時間がかかると思いますよ。金というのはかなりでかい、今でかい商品でいろんなプレイヤーが入っている。でも、マネーサプライがもう上がって上がって、しかも今の傾向を見ると政治家はこれからも,うもっと上げるつもりだと思います。なぜかというと、前の政治家、選挙に立つとき、いつもみんな前の政治家と比べてますよね。前の政治家がああの中央銀行で、特にトランプを見てみなさい。前の政治家がオバマ。 で、オバマがいろいろ、オバマの下のブランキーっていう FRB の議長がいっぱいお金の供給、金融緩和しましたね。で、そこでトランプさんもまたそこ一歩上を行かないといけないんです。なぜかというと、それでボート、投票を取るんですね。それでお金をもっと作れば、まあ、経済を支援,支援できる。で、これに対して僕は全然悪い、悪いと思っていない。ただ、やり方ですね。 やり方が重要だと思います。まあちょっと今日は話しすぎたので皆さん聞いてくれてありがとうございます。ぜひこれが僕のおすすめですね。あのこれは本当に日本に対しての皆さんに対してあの日本の政府と日本がまあやっているまあ借金とかいろいろちょっと金融に対してはでかい問題を持っていると思うので。 それに対して金は少しでも皆さんちょっとでも自分のポートフォリオに入れるべきだと思います。もう大体財産の5%、10%最低は入れるべきだと僕は思っています。今日のビデオも見てくれてありがとうございます。ぜひ僕のチャンネル登録をお願いします。下のボタン登録ですよ。まだしてなかったら。それとまあ是非、ぜ、え、ひ、ーね、他の人にもおすすめもいつでもしてくれたら僕はとてもありがたいです。でまあ、下にリンクも貼ってますので、ぜひソーシャルメディアとかもフォローも All right, now for the English version. Sorry, this was a little bit long today in the Japanese version. Uh, basically, because this is one of my favorite topics, one of I believe is going to be the most important topic for uh, anybody that is. Basically, under the age of 70. <laughs> uh, even if you're over 70, it's probably very important. Gold. What is gold? First, let's talk about what is gold. I made I made a fancy screen uh, slideshow, and to be honest, it's not that important. I could talk about, it, but for those of you to follow, what is gold? Gold comes out in movies. It's disclaimed as jewelry. It's uh, comes out as uh in many religious ceremonies. It's used all around the world. Gold it is its most basic source, as most people know. You can look this up. It is money. It's been used as money for thousands of years. Everybody who owns gold. Probably already knows this, but yes, it's been used for six thousand years, back to the days of the Egyptians. And not only that, you can go to different parts of the world and their history, and when they knew nothing of each other. Example: South America and Europe. Europe didn't even know South America existed until, uh, let's say, I don't know, 1700s, I believe. Right? I think it might have been 1800. But I'm not sure. Before then, before these two worlds were connected, they were Eastern Hemisphere, Western Hemisphere, these cultures were using gold. Why? Because they knew it had value. Why? Because it was rare. It was beautiful. It was safe to hold. It was physical you need all these attributes for something to have value and there's there's not that many things in this world that you can do that because most things in this world that we all have cell phone mouse ipad wallet jacket even me dan takahashi you can make more of it yes making more of me is a little difficult maybe that was an american joke but you can make more they're human made even most products in the world investment products stocks bonds energy oil yes oil can, you can get more from the ground okay oil is maybe limited in supply but there's other sources of energy out there you can use coal you can use nat gas now there's solar there's tons of other nuclear options agriculture yes you can plant a seed in the ground it makes more gold is unique gold not just gold but precious metals it's different from the other metals yes metals you can't make but there's a lot of it in the earth's crust there's a lot there's quite a bit of it. Gold, platinum, these precious metals, there's not that much. It's so basic. The supply is low. The supply is low. That's what makes it valuable. And it's been used as money for thousands and thousands of years. Now, second on today's agenda, what determines the gold price? You've probably all seen a chart of gold and thinking, okay, well, this thing's already gone up a lot, right? it's back at what 1700 in us dollars am i too late to the party why even bother with this right now 1700 the high in 2011 was 1900 what's the point of getting in this dan you're way too late no what determines the price of gold i'll break this down very quick and simple it's the money supply why because gold is the anti-money money as we know it today us dollar japanese yen euro whatever you want to call it it's created by human beings, mainly by the government. Right now, the world's reserve currency, meaning the currency that's used the most in the world, is the US dollar. Right now, of all the money that's circulating in the world, roughly about 60%, 61% is the US dollar. So, the best way to measure gold is the supply of the US dollar. And if you look at the past 70 years, basically after World War II, there was this agreement called the Bretton Woods. You can look this up and us became basically the financial power of the world by becoming the reserve currency of the world using the us dollar and very very smart smart leadership and management at that point uh, but at that point the us dollar the supply of the us dollar has historically determined the price of gold so looking at the ratio between the two will historically determine the price of gold now what is the ratio between the two breaking the sound and very one chart this is from the federal reserve itself federal reserve is the central bank of the united states and its chart is the price of the gold market in the london bullion market that's basically where gold trades uh, gold trades in a lot of places but london bullion market is the biggest one based in us dollars divided by the monetary base st louis adjusted monetary base this is basically the amount of money that the Federal Reserve is controlling, that they are printing. And yes, they are the ones that print and determine the supply of the US dollar. So, looking at the ratio between these two is very, very important to determining the price of gold. First thing that stands out this is taken as of today. Yes, May 7th, I took this screenshot. This ratio is still almost at historical lows based on a 55 year chart, it's not even close to the highs. It's probably around 0 0.5, 0 0.6. It doesn't even matter. It's not even that important. If this thing goes even back to the highs of 2008, it's more than doubling. If this thing goes to the back to 55 year average, it's quadrupling. If this thing goes to the 1980 highs, which look, that would be a godsend. I don't even know if that'll happen. It'll go by up by 10x, right? So we're talking $17,000. Now, look, I'm usually a pretty. Uh, not too emotional of a guy. I know I'm talking very emotionally. I try to play very, very cautious. Usually, investments, I don't want to keep my expectations high because being let down is emotionally uh, not smart. It's because it makes yourself emotional and you won't be a good investor. So, thinking very conservatively, even if this thing goes back just to the 2008 highs, this ratio, as we see right here, just back to the 2008 highs, we're talking more than doubling the price. More than double, about 2.5 times it'll go up right so 2.5 times roughly the price right now 1700 we're talking a little shy of $5000 in the US gold price that's my goal i don't know how long it'll take but mathematically and historically you look at the history of gold every time a government comes in not even just a government an authority cuz governments didn't even exist back in the days of the egyptians or aztecs or romans it was kings queens emperors for hundreds of years for thousands of years that's how the world it was uh, that's how the world worked through monarchies through governments through anti governments the supply has determined the price the supply and the demand Demand is pretty constant for money. It's being used. We use it every single day. Sometimes the source changes, but it's pretty constant. The supply, on the other hand, will change drastically based on economic events. Right now, the central banks are controlling money. Central banks, if you look at the history of central banks, they're a recent invention. They've only been invented shy of 100, less than 100 years for the US. Uh, it depends on each country, but even the oldest central bank, I believe, is a British London Central Bank. I think even that's less than a hundred years. I have to check my history. don't quote me on that i don 't know if I'm right, but this is a fairly new invention in the history of mankind. Gold mathematically, it should go higher, and the best part about it is even if it doesn't, it's a hedge. What does that mean? it's an insurance policy in case shit hits the fan, and I mean bad. not like the Lehman crisis i 'm talking worse, a real financial crisis similar to the great depression no this corona shock is not going to be the great depression please look at my video from two days ago i prove it with data no i don't think it's going to happen but economically if you look at history someday a huge financial crash will happen where everything goes down right now when the economy goes down during the lehman crash during this current crash us bonds are going up right because it's considered the last safe market one day that will also go down it will. you look at history, it always has. whatever the government prints, eventually there's a day of reckoning and it goes down. during that time, the one thing that will go up, your insurance policy is gold. there's very little risk to holding at least 5 or 10 percent of your portfolio in gold. now, third and last on the agenda, how do you hold gold? what is my recommendation for you and what to do? my recommendation, okay, dan, you've talked a lot. my recommendation, don't play around with the futures. they're way too risky. Especially for people who are novice investors, buy the ETFs IAU, GLD, and you can also buy GDX, which is the ETF for gold mining companies, the big companies, and GDXJ is for the minor, small gold mining companies. You look at these charts closely, they're not even back close to the 2011 highs. So, yes, I think these are a buy. But the biggest recommendation is, of course, own physical gold buy coins buy bars buy whatever the heck you want that makes you happy as long as it's real and go make sure you prove that it's real because yes there's a lot of fake products out there and store it somewhere safe it's that simple it's that it's that, it's that simple and basic you hold this thing this is a long-term investment who knows when this will happen who knows how long it'll take who knows if it even will happen but if it doesn't happen it's just an insurance policy the rest of your investments will probably do fine throughout the long term because usually everything else will go up because the government's manipulating it. But this is one thing they can't manipulate. So if shit hits the fan, everything else goes down, this is one thing that will go up. It's such a simple message. Thanks for listening, guys. Please subscribe to my channel. And please, guys, I'm trying to decide whether to keep the English channel or not. I really need your help, English speakers. Please send this to friends, anybody. You're welcome to, even if you hate me. Uh, and you just want to bash me, it's okay. But I would appreciate if you can help spread the word as I'm really trying to decide during the next one month or not whether I'm going to keep the English version or not. I really want to. And I would appreciate whenever you have time just sending a link to my channel to any of your English speaking friends. Thanks very much for listening. Please follow, and I look forward to speaking with you again tomorrow. Good night.